少し前にですね、とある DM をいただきました。りょうさんのところの配信では、レベリングがね、非推奨っていう風にいつもおっしゃられてるんだけど、ガチ勢の人が高レベ帯のキャラクター使って立ち回ったらどうなるのかっていうのを一回見てみたいですっていうお話をいただきまして、なるほど。そういうことならばやってみましょうということで、こちら304レベルまで、カエルマラソンで上げてまいりました。一応4周目、現在ね4周目のデータで、今から5周目の世界に行きたいなというふうに思うんですが、まあいわゆる金馬型のビルドだね、でやっていこうと思います。でもっとね火力上げるために、例えばジャンプ攻撃だと猛禽の黒羽、つけてみたりだとか、まあ白面つけてみたり、いろいろあると思うんだけど、まあ私服装は割とねおしゃれじゃないと嫌な派閥の人間なので、今回はね、まあ、服装はちょっと妥協していこうかなと思います。まあ、妥協するも何も304レベルあれば、妥協もクソもねえ火力で、おそらく数秒で、ほとんどのボスが溶けていく、そんなね、展開になるんじゃないかなと思っております。ちなみに、現状これ1176の魔力の巨人砕き使ってるんですが、これ、フルバフ乗せるとどのぐらいの火力になるのかっていうのを、ちょっとね、参考程度に開幕にお見せしておこうと思います。まずは黄金樹に誓って、そしてしゃぶりりの叫び。あ、これ右手アズールにしとくと、発狂とかね、早くなるんで、おすすめです。で、魔術の地、霊薬。で、プラスアルファですね。まあ、使うかちょっとわかんないけど、切腹入れて、やってみるとですね。はい。で、2894。はい。2894の、魔力の巨人砕き二刀流ジャンプ攻撃が完成する形になります。見て、100地の横尺ですら1600あるんだけど。はい。といった形の攻略をね、ちょっと今日はやっていきたいなと思います。これ結構装備の組み合わせ、一個一個考えるの大変だね。なんか、戦いたい戦略に応じて、右手武器1、2、3まで入れないといけないから、結構難しい気がするんだよな。で、ここでどうしようかな。切腹入れて、HP を回復する、霊薬飲む、で魔術の地を置いて、はい、攻撃出なかった、5000か、うん、ぼちぼちだな。はい、じゃあやっていきます。ボス切りくぐったら、場所がね強制的に移動される系のボスに関してはちょっとめんどくさいんだけど、一回入ってプロローするっていうやり方を取ろうと思います。それしとかないとね、ちょっとセットアップが難しくなっちゃうから、よ、はい、じゃあ行きましょう。で、ここでこれかけといて、これは下くぐっちゃっていいね。はい、5400。はい。はい。はい。さようなら、マルキッド。いや、なんか切腹さ、これ意味ある？ない？ないかもしんないな。外しとこ。正直、ゴドリックの大ルーンは欲しいんだけど、まあいいか、いや。手間なことはしねえ。十分な火力があるからな。で、これは多分角に来た、この辺。はい、でもう走り抜ける。こんな感じ。スタミナ長え。やりやすいわ。はい、じゃあゴドリックやっていきます。これマジこんなにバフいらねえんじゃねえかなってちょっと今思い始めてるとこ、正直言うと。正直ここまでのバフいらないんじゃないかなって思ってるんだけど、でも妥協はしたくないから、やれるとこまではやる。
やれるとこまではやろう。はい、でここでこれセットしといて、はい、いきまーす。はーい、はーい、ちょっと魔術の地のセット位置が悪かった。反省してる、反省をしています。ちなみに高レベ帯ならさ、霊気でもいいかなと思ったんだけど、なんか表示火力のインパクトが魔力派生にありすぎて、ちょっと魔力派生で今回いきます。まあ正直凍傷のダメージよりも普通に与えるダメージの方が高いから、まあ凍傷じゃなくてもいいかなって感じだね。なんか異常に暗くない？何これ、深夜、深夜帯だからめっちゃ暗いよな。何にも見えんのだが、やる？ちょっと間を空けてやるっていうのやめてもろ。ちなみになんでアズール使ってんのって言われたら、まあアズールとルーサット、これ一応金魔なんだよね、補正的に金魔用の杖になってるから、こっちを使って、で今私技量30しかないんだよね、レベル的に触れないから。技量プラス40扱い、要はまあ魔術最速詠唱、まあ右手に右手に杖、左手に繊維って形を取れば祈祷もね最速の詠唱が可能になるといったところも込みで、まあ正直火力はねあんまり期待してないというか、そこまでシビアに考えなくても十分すぎる火力になるからね。360の補正があれば、知力70の魔術師で使っている私のまあデータを考えればですね、こっちの方が強いといった感じになります。知力70でどうだったかな、カーリアの王爵で330とかぐらいしかなかったんじゃなかったっけ、嘘かな、もうちょっと高いかもしれないけど、まあほぼほぼニアな感じで使えるから、だったらもうカンスト余裕だよねって話。まあ、過去のね、私の攻略動画見ていただいてる方はなんとなくわかると思うんだけど、120レベルの魔術師でね、だいたいカンスト世界立ち回れるぐらいなんで、まあそういうイメージで、アズール使ってます。はい、じゃあワンチャンやっていきましょう。戦技先打っちゃって、ここでこれ打って、入ってないな。はい、で一発、一発の火力が一発ではない、あら危なす。はい、特に言うこともないわ。ついでだ、お前もやってあげるよ。逃げ回ってんな。どうした？この戦技マジ強え。対 NPC 戦術最強戦技だわ、これマジ。よし。じゃあ、しゃぶりり、叫んどいて。いけるかな？へい。行くぞレナラ、準備はできてんだろうな。行きまーす。あーあー倒れちゃったぜ。さよなら、死体蹴りの祭りだ。これマジ強くね？グレートスターズに最適な戦技なんですかって言ったら、俺今度から乱撃オア嵐呼びって答えるようにする。なんかトカゲちゃん戦うの久しぶりだな、これ。どうしたらいいんだ、これ。こうしといて、こうしといて、こうし、あ、間違えた。こうしといて、ちょっと溶岩が邪魔す。溶岩が邪魔。で霊薬飲むのを忘れていた。はい、立ち上がって。クラゲの盾を使う必要性さえないね、もうこうなってくると。
クラゲたてすら不要。いつものやっときます。まずはしゃぶりりとニッシュバフかけといて、切腹入れる、で魔術の血入れる、霊薬飲む、クラゲ入れる、順番むちゃくちゃいきまーす。いや、HB バーが切れるのが早すぎて、なんだかなって感じ。なんだかなって感じはするけど、まあ、ズール使えるとこ使っとかないとね、高レベル対攻略なんだし、使っとかねえともったいねえよな。全然見えん。全然見えんけど、2発でやれることは分かった。冷静に考えてみて、本当にやばいよね、この攻略。カンストじゃないにしてもさ、5周目って結構敵硬くなるんだよね。5、6ぐらいから一段敵が硬くなるんだけど、それでもこれだけダメージ通っちゃうんだもんな。まあ割と序盤じゃ序盤なんだけど、まあでも終盤の敵でも同じぐらい結局ダメージ通っちゃうからな。恐ろしい話だ。ちなみに私はね、過去のソウルシリーズ通して、コーレビタインキャラクターはもちろん作って、てるんだけど、だいたいなんて言うんだろうな、もう普通の攻略に飽きてきた頃にだいたいいつも作るようにしてんだよね、どっちかっていうと。あー、しまった。飲んどかな。グダグダ。強すぎてグダグダでも勝てちゃうんだよな。勝てちゃうんだな、これが高レベルの力なんだな。さあ、じゃあゴトフレイもやっていきましょう。なんかずっと同じ構成だと飽きてくるな。どうしよう、なんか違うことする。違うことするっつったって、カンストのカンスト、こういう攻略って、まあ、こんなもんよなって感じも正直するんだし。はい、いらっしゃい、いらっしゃい。いや、関係ねえから。あ、ちょっと攻撃出ないのやめてください。このデータずっと触ってたら下手になる自信があるわ。これに神秘あって、出血とかも使えるようにできたらもう完璧よ、完璧。350レベル、340レベルぐらいでもだいたい OK になっちゃうかな。いや、悩む。どうしよう、モーゴットアズールでショスか、それとも巨人砕きなのか、あるいは他の選択肢が私にあるんだろうか。気になっている。気になってるけど、月光剣はお見せしちゃってるからな。いやでもなんか中途半端に妥協すんのもちげえと思うんだよな。その辺のバランス感難しいよね。で、一回入って、これプロロします。あの、モーゴットとホーラルーとマレニアに関しては、個人的に真面目に、プロロ、おすすめ。プロロしといた方がいいね。はい、というわけでやっていきましょう。普通にやるわ、普通に。普通に最大火力叩き込んで、ドヤ顔決め込みます。そういうプランでいく。はい、じゃあ魔術の血置いて、暗月打っといて、見えねえんだけど、見えないんだけど、これ打って、はい。ドン。ドン。ドン。でローリングで。くっそ。お前絶対許さねえ。お前絶対許さねえ。うでローリングだって言ってんだろっていう話。みんな、うでローリングだからね。うおうのうでローリングしないといけない。早くても遅くてもダメだから。まあ、距離取れば安全とかっていう、そういう安排的な思考はね、一旦捨ててもらって。ウーでローリングしっかりと皆さん頭に叩き込んどいてください。どうしよっかな。暗月打っとくか。暗月打ってみて、はい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 、やばいな火力マジ。えぐ。タリスマン構成これやで。適当すぎて草。いやでも強。こんなんになるんやな、300レベル。すげえな。
間違った、先に飲んでたのか俺。うまく粒って強すぎ。やっぱ大型のボスとかにはこの魔法は必須やな。ねえ沖縄、今何レベル？俺300レベルなんだよね。負けかけだけど。よし、巨人やっていこう。なんか出血系狙うかとかいろいろ考えたんだけど、まあ、あんまりこだわんなくていいかと思って、そのまま普通にやります。で、乗っといて、飛ぶ？叩きつけか。どうしよっかな。電源も使える？届かない。届かない。一回回復するか。で、これで多分パチコンでしょ？パチコン。え？まだ割れないの？はい、パチコン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 。で、スタミナ蓄えて、ポン。はい、で、これ飲んじゃって、アズールを打ってみる。魔術師ってわけ。降ってくる火の玉がなんかちょうどかっこいい感じを演出してくれた。ありがとう火の巨人、ありがとう。なんかタリスマンとかさ、付け替え忘れてて、倒した後に、あ、しまった、今のタリスマン付け替え忘れてるわって気づいた試合が実は何試合かもうすでにあるんだよね。適当すぎた。強っ、すげえな、すさまじいわ。こいつめちゃくちゃ硬いはずなんだけどね。やれちゃうんです。気に入った、気に入ったわ。気に入ったからプラキドサックスもやりに行こっか。久しぶりに、ちょっと今回久しぶりにあれやろっか。あれ、あれやっちゃおうぜ。いけるね、多分いけると思う。で、しゃぶりに叫んどいて、はい、行きまーす。いや、この攻略が一番気持ちいいわ。やっぱアズール法ってわけ。ほとんどの配信者さんがルーサットを使って火力見せてる中、何でもいいでしょって言ってアズールの奇跡杖使う配信者がここにいます。はい、ここにいる皆さん要注意です。こいつ適当だぞ。こいつ割と適当にプレイしてんじゃんってみんな絶対思ってると思うんだけど、正解。はい、じゃあここ渡り方解説していきまーす。ちょっとアルテリアの葉は拾っとく。で、こっちね、あの向こう側からのショートカットも一応あるけど、まああれはちょっと練習してもらわないとできないと思うから、あっち側は一旦スルーやな。あー、出た。はい、でここ乗る。で、乗るとね、一瞬来ないから、それを活用するといいと思うわ。クラゲの盾だけいいって。あ、これやばい。これやばい、これやばい、これやばい。やばいやつに目つけられてる。痛い。痛い。やべ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 。結局このゲーム、
最強は誰ですかって言われたら、タカだよね。タカがどう考えても異次元の強さしてんだよな。いや、どうしよっかな。どうやってあいつ倒そっかな。何がいい？何がいいと思う？いや、でもまあ、普通に無難につぶてでいくのがいいのかな。よし。純魔式プラケドサクス討伐法、お見せいたします。まずは、これでシャブリで叫んどくでしょ？で、ちょっと近づいて、この辺で霊薬飲んどいて、ミスった。で、これ近づく。はい、ここでこれ、ラニアンゲツまず入れる。で、これも多分入るから、避けといて、後ろに行く。で、走り続けて、この辺でバフ入れる。で、ちょっと待てよ、当たるな。全然削り切れてねえや全然削り切れてねえや。まあいいか。はい、避けて手前に逃げといたら多分大丈夫だと思う。むむむむむむむ。どうする？また逃げるのかい？倒せてないだと。あー、レーザービーム来る。はい、オッケーオッケー。レーザービーム来たら、まあ、中入ってってもいいんだけど、えそこで食らう。まあ、こうやってやってもらったら OK かな。へえ、落雷に当たったのが心残りだけど、まあいいや。あの、今から俺マリケスの世界最速記録狙うわ。これ多分本当リアル世界最速出ると思うから、あの、よろしくお願いいたします。多分世界最速いくよ。走ってきてね。はい、ナイス。はい、で、後ろ引くじゃん。でここでラニの暗月打つじゃん。はい、で、ここでジャンプからの、あー、お前それ逃げないで。はい、はっこれも当たった。当たってないっす。はい、うりゃ。いやー、マリ決戦後半戦最初のあの2発ちゃんと入ってたら行ってたんちゃうかな思うんやけどな。行ってませんか。あかん。でも早いでしょ。これがマリ決戦世界最速狙う男の立ち回りぐだってたけど、なんかね、最近ジャンプ L1 がマジで出なくてちょっと困ってます。困ってる。誰か対処法を教えてください。ああ、俺だよ。こんちゃ。魔術の地置いて、大騎士入れて、クラゲ入れて、いつまで喋っとんねん。いつまで喋っとんねん。長い長い。人は神を殺せんな。安心しろ、ギデオ。今の俺は、この世界で最も強い。はい。じゃあ、プロロしたら、しゃぶりりの叫びも、な、まあ、これ中でいいか。中でやってください。はい。中で叫んでください。目いっぱいね。目いっぱい叫んでいく。
何したらいいんだったっけ。魔術の地、ラニアン月、はい、で嘘ついたわ。これ入れてこうかな。危ねえ、撃たなくてよかったわ。はいはいはい、はい、はい、いやこれはちょっと地名取らしてくださいよ。まあいいか。あが雑すぎ、違う、適当すぎんな。なんかな、違う、なんか違う、俺がやりたいのそれじゃなかった感がすげえ強い、すげえ強いけどもういいや。もういいや。あとフォーラルー案外魔法通りにくかったから、普通に当初出血の方にしてもよかったかもしれないね。まあ、地派生にするか当初系にした方が安牌だったんだろうか。どうだろう、どう思う、みんなはどう思う。 OK、 やりたいこと決まった。バフかけて、2周バフだけかけて FP 回復して、で武器を持ち替えてですね、中入ります。魔術の地セット、はい、で近づいてって魔術の地置いてジャンプ攻撃。あ、それ最高かもしんない君。あー、今のジャンプ攻撃入れたかったわ。はい、ジャンプ攻撃からの消えるよね。はい、でこれで地名取っちゃったけど、まあこれでいいや、いいにしとく。どうしようかな、霊薬飲んどいてこいつを持ち帰っとこう。いける？確認した、今確認しといた。これ入れてお尻側行って、どうしようかな、いやこれ盾使ってこうか。で釣り針状に逃げることによって、今あいつに押し出されなかったら完璧だったけど、まあしゃあないわな、しゃあないんす。で叫ぶ、飲む、走る、クラゲ入れる、で魔術の地展開して飲む。はい、お疲れちゃん、はい、さようなら。はい、じゃあやっていきましょう。もうあれやります、何も言いません。あれやります、あれやりますとしか言いません。はい、いきまーす。結局これになるんだよな、こいつ。こういう攻略しちゃうことになっちゃうんだよね。祝福ともさしてくれないの、マジでクサ。まあ、こういう攻略できちゃうあたりが良くも悪くも魔術って感じするわ。昔からまあ結晶槍とかああいうね、結構強いやつあったし、まあ浮遊する系統とかもさ、普通に今作も強いもんね。魔術のいいとこでもあり、悪いとこでもある。正直。悪いとこでもある。まあ今作は本当ステータスのね、上昇値が80ぐらいまでだいたいね、何でもかんでも強化できるから、まあ、より顕著になっちゃうよなって感じもする。まあ50レベル頭打ちが良かったのかって言われたら、これは判断が難しいところだね。いろんなビルドが確かにできるようになった部分はあるから、そういう意味ではまああながち悪いとは言えないんだろうけど、味気ない攻略もできるし、まあ縛ればね、深みのある攻略もできるし、ユーザーに選択肢が委ねられてるみたいな感じで考えておくのがまあやっぱ無難なんだろうな、エルデンリングっていうタイトルは。はい、
嘘でしょ。バカ強じゃんお前。かわいい死に方すんな。今の戦術さ、対人でもめちゃくちゃ強いんじゃねえのこれ。そんなに知力振らなくてもさ、技量30のいわゆるギマ型にしといてバンバン撃てばさ、すげえ強くね。わかんないけど、まあ後ろに逃げられたら終わりか。いやでも微妙な距離感から撃たれたら結構回避しにくいよね、魔術いっぱい撃たれると。でそれ以外の魔術も混ぜ込んだらかなり強いよね。対人ではアズール一択か。いやーもう俺ここ見たくねえんだ、もう見飽きた。ここは見飽きたんだよ、さようなら。ちなみに俺は巨人砕きよりも圧倒的に司教の大円土推しです。こっちの方がデザインが好き。ちょっと失礼します。あ、ちょっと失礼します。あ、すいません、ちょっと失礼します。あ、すいません。おい、どうしたお前ら、おい、どうしたお前ら、おい、やんのか、おい、やんのか、こら、おい、いって、こけてた。今、アイスこけてたぞ。はい、じゃあ、モグやっていきまーす。で、ここら辺にマイツの G セットして、後ろ帰って、ちょっと武器持ち替えたかった。あ、そこで止まられるの、ちょっと予想外っす。はい、でここで入れる。はい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 、凍傷が入る。はい、怒る。はい、怒っちゃったね。さようなら。怒っちゃったらいけねえんだよ。このレベル帯だと地派生普通に神秘振ってなくてもめちゃくちゃ強いんだよね。これちなみに神秘ちゃんと30とか40ぐらいまで振ってたら多分攻撃力900超えてくると思うから、めちゃくちゃ強いなこれも。なこの組み合わせもありだね正直。はい、じゃあロレタやっていきます。どうやって戦うのがいいんだろう。あんまりイメージできてないけど、まあ、臨機応変に、いつものやつやな。臨機応変に行きます。これ打っといて、魔術の血も置いといて、これで効果入れちゃえばいいのかな？はい。はい。はい。あー、うまい。それうまいわ。はい。はい、これでダウンしない？きた。へえ、あそこであのなんかつぶてみたいなの打ってきたあのタイミング、あれマジうまかったわ。褒めといてあげる。一番うまかった。今日の敵の中で一番、あ、うまいこいつって思った。いや今この動画のタイトルを何にしようかなっていうのをずっと考えながら走ってんだけど、どっかでサムネ撮っときてよな。これサムネ、これサムネでよろしくお願いします。だいたいそうやって言った時ちげえやつがサムネになってんだよな。え、ちなみにみんなここの渡り方は知ってる？ここはねこっちから入った方がいいんだよ。これここスルーしたいけどスルーしにくいっていう人絶対いっぱいいると思うんだけど、ここここです。ここ、はい、当たっていく。はい、音聞いてディレイかけていく感じ、こういう感じ。 OK、 よっしゃ。道中が長えんだ本当に。道中がよ、なんか実家に帰ってきた安心感あるわ。はい、というわけで皆様大変お疲れ様でございました。今日のねラストの試合は、まあ私の大好きなちょっと内刀に戻したいと思います。いつもの内刀より火力段値で高いんだけど、内刀を使ってでね、ちょっと感覚を取り戻したいなと思います。あまりにもちょっと普段の攻略のレベルとかけ離れすぎててなんか適当になっちゃってたから、あのしっかりやるわ、しっかり立ち回って、やっていきたいなと思います。というわけでレッツゴー。
はい、でここで動き止める。あ、火力だけ。刀ですら違いを感じるレベルだな。はい、で、はい、今回持ってきた戦技こちら。あー、危な。はい、でジャンプ攻撃で、これで攻撃止めてこうで R1。 あー、逃げちゃダメだよ。はい、はい、でこれはダウン取る。はい、で嵐呼び。楽しいねこれ。で戻ったらここで魔術の血霊薬からのアズール砲。なんだ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 。初めて見ろわ、こんなこんなわけわからんまれには。もう一回やっちゃれ。はい、というわけで皆様大変お疲れ様でございました。本日の攻略これにてお開きとなります。次回のね動画もお楽しみに。このマルニアやばすぎたんだけど。やりすぎダメだって、絶対みんなダメだよこんな攻略ばっかりしちゃ。はい、というわけでお疲れ様でございます。何今のマルニアの動き、初めて見たんだけど。なんかお前ちょっといつもとレベルちげえじゃん、火力高すぎんだろみたいな感じだよね、どっちかっていうとニュアンス的に。まあいずれにせよ高レベル帯のね、攻略っていうのはざっくりまあこんな感じになるんじゃないかなと思います。まあ私も高レベル帯のねプレイはエルデンリングに関しては初めてなので、まだまだ全然まとまってないというか、行き当たりばったりで今日やっちゃったところはあるんだけど、まあ、大体こんな感じでね、組み合わせてもらえば、とにかく強いビルドが組めるんじゃないかなと思います。まあ正直金馬だね、金馬、筋力系と脳筋系統が強いのと魔術系統が強いんであれば、筋力と魔術を、上げる、基本的には金馬ビルドが、まあ、個人的には一番高レベル帯ビルドの中でも強いんじゃないかなとは思ってます。で、進行三者さんはね、シャブリンの叫びが使えるようにしてあるっていうところになっているので、まあ、魔術とうまく組み合わせながらね、やってもらうのがいいのかなといったところでございました。で、まあ、改めて言うけど、別に高レベル帯のキャラクターは高レベル帯のキャラクターで、ね、皆さん持っといてもらったらいいと思うんだよね。私も過去作は必ず、1体は高レベルのキャラクターを最終的には作るようにしてました。どっちかというと最初はまあ普通に100、120のビルド組んで、でそこからレベル1の攻略やって、で最終的にまあやることなくなったら侵入とかね、あっちがまあ昔はメインだったんだけど、やることなくなった頃には高レベル帯のキャラクター作ってみて、ちょっと無双プレイとかっていうのもやってたりしました。うん、でエルデンリングに関しては120、150でも十分なバフ量があるから、火力が足りないってことはあんまりないと思うんだよね。でいろいろ使えるようにキャラクターのそのねビルドを調整していくっていう意味で、平均的にステータス振るやり方っていうのも個人的にはおすすめかなと思ってて、やっぱりねこの筋力80、知力80とかにすると火力出すぎてて、多分ボスの動きなんて一切関係ない状態で敵が死んでいくケースが特に前半のボスは多いと思う。これ私は今日5周目のデータでねやったけど、乾燥世界でもまあモーゴットぐらいまでは基本的にはもし多分瞬殺だよね。うん、終盤ボスぐらいは多少硬くなってくると思うけど、まあそれでもね、いろんな戦略が取れたら多分簡単に倒せちゃうんじゃないかなと思うので、ある程度のところでね、ステータス止めてもらって、まあ筋力は60、知力は70とかぐらいで止めといて、あとは平均的に振るうみたいな感じで、いろんなね、武器が使えるようなキャラクターですってぐらいにしといた方が逆に面白いんじゃないかなって気はするね。うん。これステータス全部カンストにしたら本当どうなるんだろうな。もっと硬くてもっと強いんでしょう。やばいね、そう考えると。うん。まあ、もしかしたらこのデータもね、今後何かに使っていくやもしれませんが、まあどうしよう、何あげるっていうか、やっぱ神秘だよな。神秘あげとかねえと、ちょっといまいちだわ。313か。うん。まあ、今後もね、このデータも、まあ何かのタイミングで使うことがあるかもしれません。まあそのあたりは、まあ皆さんのね、コメントいただいている中の要望だったりとか、解説の中で、うまく使えそうなものがあればって感じにはなるかなと思うんです。
ですが、まあ、高レベル帯の攻略、一度トライをしてみていただいて、もっと言うと低レベル帯の攻略なんかもぜひね、私としてはプレイしてもらうといいのかなと思います。はい、まあ大味な攻略もしつつ、大味になりすぎない攻略もしつつって感じでね、うまくね、このエルデンリングとお付き合いしていただけたら、幸いだなというふうに思います。やべえ、これ服全部着てんのに軽量化いいなこれ。はい、というわけで今回の動画はこれにてお開きとさせていただきます。感想とねコメントをいただけましたら非常に励みになりますので、皆さんのコメントもどしどしお待ちしております。というわけで今回はこれにてお開き、次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。